アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、道楽屋リチェです。令和5年11月5日、場所は神戸王子スタジアムにて、2023X3 リーグウエスト第4節の一戦となります。A ブロック第4節、佐藤建設スタンディングベアーズ対三重ファイヤーバードの一戦が行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。両チームその試合前のウォームアップを終えまして、最後の最終調整の打ち合わせに入っております。本日試合を行います両チームのご紹介をさせていただきます。手前側に陣取っておりますのが、本日はホームチーム扱いとなっております佐藤建設スタンディングベアーズです。チームカラーのえんじのユニフォームをまとっております。創部は1987年と歴史あり、その本拠地を岡山に置いていますクラブチームです。かつてはその地元企業でありますセリオをスポンサーとして構えまして、社会人一部現在の X1 にも属しているチームでした。しかしそのスポンサー離れまして、長くノンスポンサー厳しい状況にあり、現在は X3 にありますが、近年同じく岡山に拠点があります佐藤建設がメインスポンサーとして入りまして、一気に力をつけ、今シーズン現時点で2勝1敗と非常に好成績を保っております。この一戦に勝利しまして、後ほどご紹介しますが、 X2 への挑戦、 X2 昇格の機会を得ようとここで考えております。対しまして反対側に陣取りますのが三重ファイヤーバード。本日はバックスタンド側アウェイユニフォームとしてホワイトをまとっております。こちらも歴史ございまして、40年以上の歴史を誇っております。その創部は日大出身の選手が三重にあった際に、全くアメリカンフットボールが普及していない三重といううちにアメリカンフットボール普及戦と立ち上げたチームです。県内のフットボールチームのさまざまな支援、そしてアメリカンフットボール普及に関する活動も、地道に行っており、また未経験者も加入させてアメリカンフットボールにとにかく親しんでいただきながら、やがてその三重からアメリカンフットボールの強豪チームを作ろうと奮闘しておりますチームです。現在の戦績は非常に厳しい状況にありますが、来季に向けてのその一勝を得んとこの一戦に挑みます。審判団がフィールドの中に入ってまいりました。まもなく試合開始の時を迎えます。早速チャット欄へのメッセージありがとうございます。ケイティ様、本日はお越しいただけないということですね。残念ですが、ライブの方でこちらの試合の方をぜひご堪能いただければ幸いに思います。GF おじ様、3日連続ということでお疲れ様というメッセージありがとうございます。厳密には初日の配信の際は、これはオールアーツクリエイト様、プロの配信の業者様の方でやっていただきましたので、私の方は実況のみという形になりますが、本日の2試合加えますと3日間で8試合もアメリカンフットボールを見させていただけることは幸いに思いますし、幸運に思っております。本日もこれまでの試合同様、できる限り 熱意ある配信をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、審判団フィールドの中に両首脳陣招きまして、これよりコイントスに入ります。
前半、三重ファイヤーバードレシーブ。三重ファイヤーバードキックオフ。佐藤建設スタンディングウェアズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チームサイドラインで檄を飛ばしまして、これより試合開始となります。失礼いたしました。キックオフは佐藤建設のキックオフとなっております。失礼いたしました。この試合、佐藤建設のキックオフで試合開始という形になります。キックオフいたしますのは佐藤建設スタンディングウェアズ83番の拓哉が務めます。江南大学出身のルーキーです。対して三重ファイヤーバードはリターナー2枚配置いたしました。このキックはサイドラインを割りました。反則という形になります。キックオフのボールはサイドラインの外へ出してはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード前進した地点の攻撃開始か、あるいは5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは30ヤードのペナルティとして自陣35ヤード間の攻撃のいずれかを選べます。三重ファイヤーバードは自陣35ヤード間の攻撃を選択しました。さあ、これより三重ファイヤーバードの攻撃に入ります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでが攻撃の1回の回数です。4回の攻撃権があり、その4回で10ヤード前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは三重ファイヤーバード自陣35ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ、まず中央へのランプレーを敢行しました。しかしこれは佐藤建設のディフェンス陣殺到し、このランプレーによるゲインはありません。1ヤードロスに変わります。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。先ほどは佐藤建設ディフェンスライン97番を筆頭に最前列が押し返す形で相手にむしろ後退を強いました。佐藤建設の97番、素晴らしいプレーでした。三重ファイヤーバードセカンドダウン11、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は11ヤードと変わっています。パス不成功。ここでオフェンスチームは後方、開始点より後方より一度だけできる前パスを利用しました。これにより相手の裏を掴んという戦術ですが、しかしこれもカバーされておりパス不成功となっています。前パスは失敗しますと攻撃は一つ失いまして、次の攻撃に変わります。ボールは元の位置のままです。従いまして三重ファイヤーバードサードダウン11の状況に入ります。さあ、この3回目でこの11ヤード突破なるでしょうか。インターセプト、ターンオーバー。ここで三重はパスプレーにより状況打開を図ろうとしました。右ロールアウトしてクォーターバックパスを投じましたが、そのパスを取りましたのは佐藤建設6番。パスを奪ったことによって攻撃権奪取です。攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトを果たしたのは佐藤建設スタンディングウェアズ6番の斉藤、日本体育大学出身のプレイヤーです。さあ、攻撃権は変わりまして、今度は佐藤建設スタンディングウェアズの攻撃です。ボールオンは相手陣からのスタート。相手陣44ヤードから佐藤建設ファーストアンテン。
パス不成功。クォーターバック3番、ここで一気にロングパスを投じました。ターゲットは16番でしたが、しかしパスがショートし、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。佐藤建設スタンディング、セカンドダウン10。さあこのラン出ます。前は空いている。残り10ヤード、5ヤード、タッチダウン。今度はランプレーを選択しました。託されました20番、ハンドオフを受けて中央突破し、そこから右オープンを独走。味方ブロッカーの壁も行きまして、そのまま独走してエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。佐藤建設何枠20番の回想によりまして、先制となります。タッチダウンを上げまして6点獲得となっています。佐藤建設スタンディングベアーズ6点。そしてその後のプレー、タッチダウンの後のワンプレー、トライ4ポイントに挑みます。このキック決まりまして1点追加です。佐藤建設スタンディングベアーズ7点、三重ファイヤーバード0点となりました。まず佐藤建設がランニング枠20番、井上の快走によりましてタッチダウンを上げております。井上は摂南大学出身のプレイヤーです。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこの後のボーナスのワンプレーがあり、そこでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外ですと自分たちのエンドゾーンの中で倒される自殺点セーフティーの2点があります。アメリカンフットボールはワンプレーによる得点はこの2点、3点、6点、7点、8点の5通りとなります。この駆け引きによって引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は佐藤建設のキックオフで試合再開となります。ラグビーと違い、アメリカンフットボールは得点を上げた側のキックオフで試合が再開されます。従いまして、失点をした側が次の攻撃を得やすい形になっています。さあ結果的にこのキックオフを手前側で抑えました三重ファイヤーバード、自陣37ヤード付近から攻撃する形に変わります。先制のタッチダウンを奪われました三重ファイヤーバードですが、この攻撃シリーズ反撃なるでしょうか。三重ファイヤーバードファーストダウン10。パス成功。クォーターバック9番、左側にいましたワイドレシーバー81番にパスを通し、まず4ヤード確保し、獲得する形に成功しています。パスを投じましたクォーターバック9番は日光、北海道工業大学出身。取りましたワイドレシーバー81番はフル、山形大学出身のチームのキャプテンです。三重ファイヤーバードセカンドダウン6。さあ再びパス通ります。同じく左側にいました81番に短いパスを通しまして、今度も5ヤード確保しました。まず三重ファイヤーバード、この日光とフルのコンビネーションで状況打開を図らんというところでしょう。三重ファイヤーバードサードダウン2の状況になります。さあ3回目の攻撃の残り2ヤード、果たしてどのような戦法でこれを突破図るでしょうか。さあここで三重はオプションプレーを選択しました。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーです。ここはクォーターバック自ら持ちまして突破を図りましたが、さあこのランプレーどのような結果となるでしょうか。わずかに更新には至っておりません。
フォースダウン4回目の攻撃に変わります。さあ残り1回の攻撃権、三重はどうするでしょう。プレーを実行します。さあ前進できないと攻撃権を失いますが、決まるでしょうか。フォースダウンギャンブル。三重ここでトラブル発生しました。ランニングバックにハンドオフしようとした際にボールをファンブル、結果的には攻撃失敗という形になりましたので、ここで攻撃権はなくなります。攻守交代となりまして、佐藤建設に攻撃変わります。三重勝負にいかんというところでしたが、気負いましたが、ここでミスが発生しまして、残念ながらここは失敗という形になりました。さあ今度は攻撃を追いました佐藤建設の攻撃になります。ボールは相手陣に入った位置、非常に有利な状況から試合が展開できる形になります。佐藤建設スタンディングウェアーズ、相手陣47ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。まずランプレーから入りました。ランニングバック9番にハンドオフ、9番そのボールを受けまして中央切り込んで、見事なステップワークで一気に攻撃権更新です。一発で攻撃権を果たし、攻撃権更新果たしました佐藤建設スタンディングベアーズファッサー。見事なランを決めたのは佐藤建設スタンディングベアーズ9番の上野、龍谷大学出身のプレイヤーです。低迷期含めまして長年チームを支えてきたベテランエースランニングバック、ここでやはり素晴らしい妙技を見せております。相手陣32ヤードに入ってのファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番、今度は左に展開していた83番にパスを通しまして、約7ヤードのゲインとしています。パスを投じましたクォーターバック7番は井上、大阪公立大学出身のプレイヤー。取りました83番は拓和、江南大学出身のプレイヤーです。ともにルーキーです。佐藤建設セカンドダウン3。ナイスブロック、ナイスラン、ファースター。ここで佐藤建設はこの3ヤードをダイブプレー、最もシンプルでしかし素早いこのダイブプレーによって攻撃権更新果たしました。見事期待に応えたのは佐藤建設のランニング枠47番の森川です。関西大学出身。さあ攻撃権をリセットして再び1回目の攻撃になりました佐藤建設。ボールオンは相手陣21ヤードにあります。佐藤建設ファーストダウン10。さあ行くのか、どこまで行く。タッチダウン。ここでランプレーを投入しました。ランニングバック26番、ハンドオフを託されまして左をフタックルを突破、その際にディフェンスを見事なステップワークで振り切り、そのままエンドゾーンに飛び込んでタッチだ。佐藤建設スタンディングウェアーズ、タッチダウンにより6点追加となっています。見事なタッチダウンを決めましたのは佐藤建設26番の宮下、大阪公立大学出身のこちらもルーキーです。そしてこのトライフォーポイントのキックも決まりまして1点追加し、佐藤建設スタンディングベアーズ14点、三重ファイアワード0点、さらにリードを広げる形に成功しています。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。画面上映し出されております多くの企業様、そして個人の方々のご寄付ご支援によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。できる限りそのご期待に応えられるよう、私の方も全力で配信をさせていただきたいと思います。さあこれより佐藤建設のキックオフで試合再開となります。
さあ三重ファイアバードリターンに入ります。左オープン展開を図りまして三重自陣37ヤード付近からの攻撃を得ます。順調に得点を重ねる佐藤建設に対し三重ファイアバード、このシリーズは得点機を得ることができるでしょうか。三重ファイアバードファーストダウン10。さあフルバックのダイブプレーでしたが、このプレーの判定を待ちましょう。ターンオーバー、攻守交代となりました。先ほど三重まずダイブプレーにより距離を稼ごうとしましたが、この時にキャリアがボールをファンブルしました。そのボールを抑えましたのが佐藤建設でしたので、ここで攻撃権が変わります。攻守交代となりまして佐藤建設の攻撃となりました。アメリカンフットボールはそのボールの所有権が大きく影響する競技です。ボールをインターセプトされる、あるいはファンブルを奪われる形によって状況が大きく一変します。さあこれによりまして再び佐藤建設は有利な位置から攻撃に入ります。ボールオン相手陣36ヤードから佐藤建設スタンディングベアーズファーストダウン10。ナイスラン。ランニングバック9番ハンドオフを託されまして右オープン展開しようとしましたが、ここに三重ディフェンス佐藤、プレッシャーから大きなロスを強いられるかと思いましたが、素晴らしいスピードで左にまくり返し約7ヤードゲインに変えています。見事なランを決めましたのは長年のエースのランニングバック9番の上野です。龍谷大学出身、現在フィールド上には負傷者がおりまして、審判団によりレフリータイムアウトが取られています。さあこの状況を佐藤建設はさらに生かさんと攻撃に展開します。ボールオンは相手陣29ヤードからセカンドダウン3。これは三重ナイスディフェンス。佐藤建設ここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しようとしました。しかしここに三重ディフェンスライン陣佐藤、キャリアを73番ロスタックルしまして大きく後退させる形に成功しています。素晴らしい対応をしましたが三重ファイアバード73番の清水、富山大学の出身のプレイヤーです。各地で活躍しておりました選手がこの X リーグに集っております。佐藤建設サーダン8。パス成功、ファーサー。クォーターバック7番プレッシャー来る中、左方向にいましたワイドレシーバー83番にパス。83番サイドラインギリギリでこれをキャッチさせまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。
見事なパスを投じましたのはクォーターバック7番の井上、大阪公立大学出身。これを見事なステップワークでキャッチしたのは83番のタクワでした。江南大学出身です。さあ佐藤建設相手陣7ヤードからのファーストダウントゥーゴールに入ります。タッチダウン。この距離をエースランニングバックに託しました。ランニングバック9番にハンドオフし、9番それに応えて見事に中央切れ込んで、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。佐藤建設6点追加となっています。ここはエースの上野に託しました。龍谷大学出身。そしてトライフォーポイントのキックも成功しています。1点追加となりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ21点、三重ファイアバード0点となっています。現在ご視聴の方々にお願いがございます。できる限りこの試合を多くの方々にご覧いただきたいと思っております。叶いましたら高評価の、方に、ボタンを押していただく、あるいは、どんな簡単なメッセージでも結構です。コメントを入れていただけますと幸いです。 YouTube はコメントおよび高評価の反応によりまして、その動画を周囲に普及するという機能が働いております。できる限りこの熱戦を多くの方々にご覧いただきたいと思いますので、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ短めのキックオフでして、三重は大きなリターンをする形はできませんでした。ボールは三重陣32ヤード付近で止まり、この位置からの三重の攻撃となります。しかし三重の攻撃となります。さあボールオン自陣33ヤードの位置にありますが、ここから三重はどのような攻撃を展開するでしょうか。三重ファイアバードファーストダウン10。さあまずランプレーから入ります。テールバック32番にボールを託しまして、左オフタックル付近をつきました。32番密集点をつきまして、約3ヤードのゲインとしています。託されましたランニングバック32番は大久保ダニエル、稲尾高校出身のルーキーです。19歳のルーキーです。ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了となりました。第1クォーター終わりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ21点、三重ファイアバード0点。まず佐藤建設が有利な形で試合を展開しつつ、これより攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。